フッカー軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は783人で、軍庁所在地はミューレンである。ネブラスカ州のナンバープレートでは、フッカー軍の車両は最初の数字が93になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際。 フッカー軍の車両登録数が州内の軍で93番目に多かったからである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍の総面積は1869平方キロメートルである。このうち1868平方キロメートルが陸地で、1平方キロメートルが海や湖などの水域である。 総面積のうち0.05%が水域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、フッカー軍には783人、335世帯及び220家族が暮らしている。人口密度は0平方キロメートルで、0平方キロメートルの平均的な密度に440件の住居が立っている。 この軍の人種の構成は、白人98.72%、先住民0.38%、アジア系0.13%、黒人と太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.13%、根結0.64%、1.02%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。 フッカー郡に住む335世帯のうち26.90%は18歳未満の子供と暮らしており60.30%は夫婦で生活している3.90%は未婚の女性が世帯主であり34.30%は家族以外の住人と同居している33.10%は独居で 全世帯の19.10%は65歳以上の独居老人世帯である。一世帯あたりの平均人数は2.26人であり、家庭の場合は2.90人である。軍の住民は24.00%が18歳未満の子供で、18歳以上24歳以下が4.10%、25歳以上44歳以下が21.60%。 45歳以上64歳以下が23.40%及び65歳以上が26.90%となっている。平均年齢は45歳である。女性100人ごとに対して男性は83.40人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は84.80人いる。 軍の世帯ごとの平均収入は27,868ベードルで、家族ごとでは35,114ベードルである。男性の25,234ベードルに対して、女性は16,250ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15,513ベードルである。総人口の6.90%。 家族の4.90%は貧困線以下である。18歳未満の子供の5.30%及び65歳以上の13.10%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。